ねえ、ねえ探偵。寝てたの？見つけたんだ。あら、お酒とか？おいおい、息ができなかったんだ。倉木者との契約を切る方法が。それってどういうこと？全て元に戻る。ああ、そう、デルセトと患者の情報をもっと見つけたわ。本当におかしな出来事ばかりのようね。患者が2人亡くなっていて、多分事務員も。そうか、そういうのはもう気にしない。まあ、もっと気をつけてね。で、どうするの？ジェレミーが契約で倉木者をデルセトに閉じ込めたんだ。それで？壊すんだ、これで。魔除け、どこだ？それかしら。ああ心配だわ。大丈夫だ、探偵としての力が心配よ。まあ、いいおとりだけど。いいか、損はさせないさ。これじゃ僕の大損だけどな。カーンビーはデルセトに戻れてここまで安心するとは自分でも思っていなかった。まるで悲しみと後悔のトンネルから抜け出したような気分になった。これでカーンビーは契約に書かれていた手順を調べることができる。ただ一つ気がかりなことがあった。ちょうどいい。これはどうドクター・グレイと関係するのだろうか。ここら辺にいるはずよ。家を出ることはない。もう訳がわからない。探偵には会ったか？彼は何なの？いいやつなはずだ。仲間かも。彼女を信じるかしら。母をたたえよ。ジェレミーのために来たんだ。知る必要はない。黙れ。落ち着け、まだだ。得たい。少なくとも彼は問題を解決して起こしていない。警戒しましょう。何をするかわからないわ。二人の職員はまだジェレミーを見つけていなかった。カーンビーはそれをいい知らせとして捉えた。デルセトでの奇妙な死についてエミリーから聞かされていたカーンビーは誰も信頼していないからだ。グレイスが私たちの角のないヤギです。彼女はそのことを知っていて、その役目を果たす気です。あなたの兄弟バティステに話すべきです。彼が失敗するような気がしてなりません、トンプソン。塞がれてるな。エミリーは殺すしかない。作戦を台無しにさせる。彼はエミリーと喧嘩したと。心配いらないよ。探偵の心配はしてない。彼は自分の居場所を理解している。静かに。ドクター・グレイが中にいるはずだ。彼のオフィスを調べるなら今だな。今職員には出会いたくないな。信用できるかわからない。
記録によると、カルト集団は1862年まで活動し、その後北軍により農園が燃やされ、そこに住んでいた者たちも追い出されたようだ。南北戦争が終わり、デルセトに新たな女神を崇拝する者たちが集まるようになる。その女神とはシュブ・ニグラスのことだ。彼女が私を信頼して私たちを止められるものなんてないの？トンプソンさん、くれぐれもペロッシーの死や特にカサンドラ・ボーリガードの自殺のことは考えないようお願いします。ドクター・グレイ、兄さん、信じてほしいの。私たちの家族の歴史で一番重要な時よ。あなたが疑っていることと、ママロアから嘘を聞いたのは知ってる。でも私はあなたを裏切ったりはしない。誓うだ。カンビー探偵、俺の命が君をこんなことに巻き込んでしまってすまない。頼むから俺の命と一緒にこの場所から離れてくれ。世界を喰らう者は破壊し、屋根裏に閉じ込めた。俺は身を隠している。エミリーには俺が無事だと伝えてくれ。嘘をついてでもいい。彼女をニューオーリンズに連れて帰るんだ。ジェレミー。おや、カンビー探偵、会えて嬉しいよ。いろいろ解決したか？まだだ。にゃあグレイス。おや、彼女は平気だよ探偵さ。聖ヨハネの前夜祭は楽しみかい？待ちきれない。たく、最高だね。今晩は何かあるのか？いや、特には。食べて飲んで、温室にある願いの木に供物を捧げるくらいだ。にしては大げさだな。だが今夜は妙な気分で何か？違う、みんな気づいている。それにジェレミーのおかげで祈りを捧げる新しい文章もある。彼女が来て世界をひっくり返す。そしてまた始まるな。妙に恐ろしい言い方だな。あなたも来なよ。だが、グレイズ、おとなしくしてくれ。
持っておいた方が良さそうだ。なくなったら困るからな。ジェレミーは彼を救えるのは3号室にいるゲストしかいないと理解した。その部屋は長年使われていないように見えたが、そんな事実は認められない。物語は何か外部のものが必要だった。ゲストを3号室に連れ戻し、金庫の中身を見せる必要があった。913。でもそれは正しい番号ではない。それは管理室の金庫の番号だった。ドクター・グレイのオフィスのスペアキーがここら辺にあるはずだ。開ける方法がわからない。でもジェレミーなら知ってるかもな。うまくいったぞ。患者に会いに来た方が、全てが決まっている新しい世界観を取り入れようとしたんです。この新しい世界観を受け入れると、記憶が管理できなくなり、最終的に消えます。ドクター・グレイのオフィス、独り占めだ。こいつのことを調べてみるか。ドクター・マンツェッティへ。彼の脳のレントゲンを取ってみました。なぜかプレートに黒いシミのようなものが現れ、彼は脳の中の影が聖域を脅かす闇のクリーチャーだと言いました。マッカーフィーはここにお気に入りの子を隠してたわ。とても重要なの。探偵はドクター・グレイが何かしら暗き者と関係があると推理した。そうとしか考えられない。暗き者はドクター・グレイがジェレミーを苦しめるために作り上げたものなのか、実際にジェレミーに憑依した恐ろしいものなのか。その場合、ドクター・グレイも駒として使われただけだ。カーンビーはいろいろな可能性を考えていた。何かが足りないな。いずれにせよ、契約を破る方法を見つけなければならない。ジェレミーがそう言っていた。何が真実かは重要ではない。ジェレミーが契約を破るまでデルセトから離れる気がないのなら、カーンビーが破るしかない。だが契約に書かれた手順はあまりにも分かりにくい。驚くほどきちんとしてる。あの老いた酒飲みを見くびっていたみたいだな。時折この場所が俺を悪化させてるような気がしてる。デルセトは俺の墓なのかもな。大規模な建築の棺だ。酔っ払ったうつ病患者のためのタージマハル。デルセトは何かがおかしい。ドクター・グレイもだ。俺たちはみんなここで治療してもらえるふりをしている。実際は忘れられるためにここにいるんだ。
もうこれ以上は耐えられない。終止符を打つんだ。鍵が必要だ。ジェレミーの頭蓋骨の撮影は難しかった。3つのプレートを合わせることで脳全体のレントゲンが完成する。合わせたプレートを見てもジェレミーの脳の大半が黒い影に覆われている。ジェレミーは影を見るとパニックに陥り、巨大な粘土のミミズが記憶を食べていると言っていた。答えに近づくわけではないが、ブルクハルトロボトミー手術を行えば必要な箇所を切断できるはずだ。いただくとする。ブルクハルトとサンクトペテルブルクの研究をもとに精神外科手術を行えばジェレミーの心を救えるかもしれない。アイスピックを目の端から挿入し神経を切断する。この治療を施すとジェレミーは元には戻れない。まずは他の方法を試すべきだろう。これでよし。ドクター・グレイはジェレミーを細かく診断していたようだ。ジェレミーの物語を聞いて何か真実をつかみたかったのだろう。ドクター・グレイも契約を破ろうとしていたのだろうか。
なんでこんなことになるんだ。どうすればいいって言うんだ。戻ってきたぞ。ここを探索するのにちょうどいいな。俺は闇の軍隊を自由にし、その代償を払う。デルセトは悪の獲物だ。日が沈み、俺の死体は見つかっても魂は見つからない。マスターの怒りや奴隷たちの恐怖を感じ取ることができる。足音だ。俺のしたことを理解してくれ。どうかお許しを。さよなら。もし断ったらどうなる？世界が滅びる？それとも新たな物語が生まれるのか？死ななくていい物語は？すまないフレデリック。あれは何だ？ここにジェレミーが隠れてる。誰かいるのか？ジェレミー？待て、僕の声が聞こえるのか？沼に飲み込まれる。ジェレミー、どこにいるんだ？モーターが死んだ。もう何もできない。待ってろジェレミー、打開策を考える。カーンビーはジェレミーの新たな夢に入った。長年沼に放置された蒸気船だ。ジェレミーが助けを求めていたが、カーンビーには声の出どころがわからなかった。カーンビーは一瞬だけ船がジェレミーなのか、もしくは船の下にいるのかと思った。でもそれは今重要ではない。ジェレミーの望みは一つ、蒸気船を動かして沼から出すことだ。
船が沼へ突っ込んだみたいだ。モーターを起動できれば川に戻せるかもしれない。ジェレミー、どこにいるんだ？ウィンチは電気で動く。でもまずは起動しないと。そうだな、壊すためのものが必要だ。
間違いなく燃料が必要だな。
してみせる。自分が死んだと思う。一体どういうこと。死ぬはずだ。引き金だ。俺が死ぬと物語が始まる。何のことを言っていますか。30年前フレデリックは私に。意味が分かりませんよジェレミー。あ、集中するのです。みんなを裏切った。役目を果たさず。おい、私は、おい、運命から。もっと集中するのです。おい、僕はここだ。すべてがおかしい。あるべき場所はない。おい、僕はここだ。落ち着いてカーンビーさん、どうしました。え、そのジェレミーと話してなかったか。ジェレミーさんとは会ってませんよ。大丈夫ですか探偵。いや、大丈夫じゃない。もう行く。探しに行かなくても。ええ、見つかるといいですね。今のがジェレミーの自己欺瞞？沼にはまった蒸気船が？全く意味がわからない。ただの精神分析のたわごとだ。これは僕の部屋だ。ここは僕の居場所だ。番号は知ってる。いつも持ち歩いていた。僕がやった。僕があれを書いた。ルイジアナ州私立探偵協会以下の者にライセンスを授与する。エドワード・カーンビー、ディケイターストリート、ニューオーリンズ。ライセンス番号196692。探偵さん、俺たちは似てるが、俺に見えるものがあんたには見えてない。僕はどれだけの間ここに。あんたの探すジェレミーを見つけるには、女の子を見つける必要もある。若き子がみんなを導くんだ。俺の部屋を見てみるといい。あんたに必要なパズルのピースがあるはずだ。気をつけるんだぞ、マッカーフィー。